風水、漢は、木々、高太郎の連作長編推理小説。最初の7話分が、探偵小説連続短編の題名で、現代1937年6月号から12月号にかけて連載された。1938年に、甲賀、木下、木々、高太郎第2巻、四十指紋の男として春秋社に収録された後、書室不明の第8話を加え、 1940年に、春陽道文庫にまとめられた。戦後には、春秋社版が極光書房から刊行されており、また、第1話のみ、初出時のタイトル、風水、刊として1970年に、木に高太郎全集第3巻、朝日新聞社に収録されている。風水、刊は、作者の言葉にあるように、夏目漱石の悲願すぎまでに習った。 毎月一つずつ、いくつかの短編を重ねて、大きな一つの長編になるような試みであり、夏目漱石以上に、一作ずつが完了した短編で、全体として、もっと緊密な長編になるように試みたものである。モーリス・ルブランの発展賞の影響なども見受けられ、レニーヌ公爵と、夫と別居中の人妻、オルタンスの関係は、風水、艦における謎の青年紳士と、 警視総監の娘、大木勝子との関係に交応しており、オルタンスが自身の事件に関わり幕を閉じるのと同様、勝子も結婚問題にまつわる事件と紳士の出生の秘密とが意外な相関を見せるという展開を見せている。また、人生のアホにおける祖母文学としての要素も盛り込まれている。このような構成は現代では珍しいものではないが、当時としては斬新なものであった。 木木高太郎のシリーズキャラクターが脇役でゲスト出演しているのも特徴の一つである。著者は7話目を発表した時点で物語の一番面白いところはまだ出てきていないが一応は7回で完結したものと見てよい、さらに波乱のある物語をまたどこかで続けてみたいという意向を示していた。その後に第8話純情の指輪が発表されたようであるが、 初出は不明である。日露戦争の頃、細君に逃げられ、小僧と呼んでいる子供と二人暮らしの大同駅舎、大極同人がいた。11月の終わり頃、彼は銀座の天正堂という時計並びに貴金属章のところへ通っている貴金属校から以下のような相談を持ちかけられた。とある屋台の大同店にやってきた18、9歳の美人の若い女が、 左手の薬指にはめているダイヤモンドの指輪と金属鉱の売っているルビー入りの金指輪とを交換しようというのだ。屋台店の主人はさらに1円を要求し、娘は1円を払ってルビーの指輪をはめて立ち去っていった。その様子を眺めていた貴金属商は屋台店の主人からそのダイヤの指輪を買い取り、天正堂の番頭に見せ300円で売った。翌朝、貴金属商は 屋台店のあるところへ行ったら、売り手が変わっていたので、訪ねたところ、前の主人は、造品街で警察に捕まったという。そこで、自分及び天正堂の番頭に類が及んではならぬと、占いを立ててほしい、と、対局道人に頼みに来たというのだ。対局道人は、風水、勘という毛を立て、特に問題はないという結論を出した。その様子を見ていた、対局道人の息子の小僧は、 娘がダイヤの指輪を手放したわけを疑問に思っていた。彼は美行の名人で深夜遅くに出かけるという父親の後をつけようとしたが、そんな彼の心の内を見透かした父親の対局道人は息子に酒を2合買っておき、自分が帰ってきたらすぐに眠れるよう布団を用意しておくようにと伝言した。対局道人が調査をしたところ、 彼の訪れる前に刑事が彼と同じ件で小道具屋の夜店を訪ねたことが分かった。天正堂の番頭よりダイヤの指輪と美人の話が警察に漏れていた。実は美人姉妹の中の妹であり、姉は嫁掛けをしており、姉はイギリス人、ケールズの愛人をしていたが、イギリス人は妹までその毒画に掛けようとしていた。妹は姉がくれた指輪を気味悪がり、 夜みせで取り替えたというのだ。その後、ケールズのもとに警察の手入れが入り、家宅捜索が行われたが、ケールズが日本人に誘いをかけるために使っていたダイヤの指輪数点が行方不明になっていた。対局道人の息子の小僧は、そのイギリス人宅に忍び込んだ盗賊が落としたという指輪を拾い、警察に届け、感謝された。それから20年ほど後、 とある青年紳士が上記のような話を聖橋に持たれながら洋服姿の霊場に語っていた。霊場は小僧が誰がイギリス人宅から貴重品を盗んだのか、それはどこに入っていたのかをすぐさま見抜き、青年紳士が小僧の後の姿であることに気づくのだった。その霊場、大木勝子の父親が二度目の警視総監になり、娘にとある会装談を語った。 勝ツが17歳頃のこと、最初の警視総監を務めていた際に、内閣が割れて、議会を停止し、再開を待たずして崩壊した。当時、2つの大政党が並立しており、その閉会中に、ホテルに預けてあったはずの300万円が紛失したというのだ。そのホテルの部屋には、エール城、すなわち自動で、鍵がかかる仕組みが備え付けられており、鍵は大臣と、 その大臣の秘書官からさらに預けられた警視総監の手元にあり、誰も開けることはできないはずだった。その後、某国の大使館には日本人がスパイとして雇われており、その日本人から大使館の大使の部屋にホテルにあるはずの300万円があるという報告があった。そんな折、とある青年記者が300万円事件をどこからか鍵ぎつけてしまった。 彼はエール城でもむしろ普通の鍵で開けるよりも素手で開けられるのではないかという。警視総監は彼の協力もあって、その報告大使館から300万円を取り返すことに成功したかに見えたが、このことを探知していた野党の手に半分が渡り、内閣の総辞職に至ったのであった。この事件を志賀博士は青年記者を怪しいと疑い、彼の指紋が たびたび異なるところから彼の差術を暴くと息巻いていたが、霊場の知り合いである前述の青年紳士の暴いた真相は意外に単純なものだった。霊場と青年紳士はとある演芸場へ赴いていた。その舞台で踊っている八、九歳の男子は特別に優れた踊り手でもなく下手でもなかったが、舞台の変化があるたびに急に怯えて逃げ出そうとしていた。 その子供がいなくなったのに気づき、霊場と紳士は後を追ってみることにした。紳士は別行動を取ることになり、霊場のみが子供の後をつけることになった。果たして男の子は15、6歳の少女に引っ張られながら家に帰ることを拒んでいた。姉らしきその少女に、少年は知らないおじさんがくれたという50銭銀貨12枚を渡そうとしていた。 そんなありさまを一人覗いていた霊場は、さらに尾行を続けようとしていたところ、青年紳士と合流し、銀貨の話をしたところ、紳士は、イスカリオテのユダの話を霊場に思い出させ、とある貧民向けの食堂へと霊場を招待し、少年が何をしたのかを語り、そしてその報いを霊場に見せる。霊場が、商船電車から渋谷駅で降りたところで、青年紳士は待ち構えていた。 愛犬の病気を心配する令状は、動物病院へを赴くところだった。その動物病院の医師、ハンギが犬の精神病の話をしていたところへ、警察からライオンが精神病にかかり、人に大怪我を負わせたという一報を届けた。松田局場団では死死、すなわちライオンの芸が人気で、そのライオンが団員の二人を噛み、カズとは重体で、カズとは軽い傷で済んだ、という、 二人は団長の娘をめぐり、恋のさやあてをしているところでもあった。半疑博士と同行した青年紳士は、これは殺人事件だと述べ、真犯人を指摘した。霊状、勝子の祖母の病状は、癌の末期で、勝子がに三歳の時、まだ祖父が生きていた頃の二十年前に紛失したという、産後玉のことを気にかけていた。勝子の祖父は、貧乏大義士で、 その玉を紛失した頃、政界から失脚し、失意のままに、卒中でこの世を去っていた。それと時を、同じくして、円山という将軍が自室で不思議な死を遂げており、その解剖には、法医学の教授であった、小山田博士が関与していた。小山田博士の見立てでは、将軍の死は自殺の目的で睡眠薬を飲みすぎた、結果だったとなった。しかし、 その死をきっかけとして、とある秘密の政治陰謀団、日本新政党が解散したという事件が起こり、その当主が勝子の祖父だった。円山の弟である大二郎の縁でその結社が兄を誘おうとしており、円山は当初は乗り気であったが、突如前言を翻し、入党を拒否するようになった。そんな折の遠山の急死であり、勝子の祖父はそのため、悪評を得ていた。そんな祖父の不運を、 勝子の祖母は、サンゴが亡くなったことと結びつけて考えていた。青年紳士は24時間のうちにサンゴ玉を発見し、祖父の汚名をすすぐと宣言する。祖母の見舞いに病院を訪れていた勝子は、院内で殺人事件が起こったと聞かされる。かつて、満州の領事をしていた牧山という外交官が、胆石症で入院していたのが殺されたという、夫人や、 月天看護婦が見張っている中のある意味密室の殺人事件であった。彼の手首にはキリストの卓球のように一本の釘が手のひらから甲の方へ抜け刺さっていた。彼は実直な人間で人の恨みを買うような覚えはないと夫人は語った。だが事件を担当した落合警部の説明を聞いた青年紳士は 外交官のそうしたことな彼主義の性格が事件の背後にあるのではないかと語り、長学寮とも関わりのある意外な犯人を突き止める。祖母の病気は進行し、一方で、令状、勝子の縁談の話が進んでいた。勝子は青年紳士のことを心にくからず思っていたが、それが真実の愛であるかどうか悩んでいた。青年紳士の態度もはっきりしていなかった。 勝ツの演談の相手は、貴族院のミマス白尺の仲介で、三河家からのものだった。祖母の話によると、三河家と大木家には、因縁のようなものがあった、という。そして、勝ツが4、5歳の時に、時キという女中がいて、祖父に資金の援助をしようとした際に、祖母が風をこじらせてしまい、時キが身代わりで階段に同席することになった。時キを見た。 三つ川の主人は行転し、提案は引っ込められ、時矢はその夜のうちに失踪した。時矢が幼い勝子に動揺を歌っていたことを、勝ツは思い出していた。青年紳士に勝ツは、時矢を探し出す探偵を依頼する。時矢が、精神病院にいることを突き止める紳士と、勝子であったが、時矢は、青年紳士の正体を暴き、勝子たちを拒絶する。 青年紳士と三川家との関係を知った勝子は複雑な気分になる。彼女に満州へ赴くことを告げ、青年紳士は数字の掘り込んだ指輪を渡す。祖母が亡くなり、三川家との婚約が成立し、周囲も乗り気の中で、勝子は浮かぬ顔のままであった。婚約者である外交官に指輪を勝子は見せ、その指輪を婚約者は借り受けるが、それから数日して、突如、 婚約の破棄を訴えてきた。三河の当主の家を訪問した勝子たちは、さらにそこへ、タミヤと名乗る女が現れ、指輪の秘密を語った。ありがとうございます。